こんにちは、速稼塾の久保です。私が XRP を大量保有していることは以前からねお話ししたと思いますし、それからねこれをね2023年に売却するっていうふうなお話もしたと思うんですよ。ところがですね、途中からこの売却時期を、申し上げるとですね、一部の方は私の XRP の保有枚数知ってますからね、もしかしたら相場に影響が及ぶかもしれませんので、私が売る直前に売る人が出るかもしれないなと思ったんですよ。そこでですね、いきなりですけど私はさっき決済しました。すべてもう XRP のホルダーではありません。課税の金額も計算してその準備もできてますんで、すっかりとね、書き出しました。今お話しするんですけど、私ね、ビットボックスに入れてたんですよ。あ、ビットバンクか。ビットバンクに XRP を専用で入れてました。他の通貨全く入れてないんですよ。 XRP だけはビットバンクにずっと入れてたんですよね。でこちらの方を今出金して、もう日本円の銀行の方にね送金しました。これでね、なんかね、日々リップルを昼日々は終わったかなと思います。価格は179円で売却が成り行きでね、行われましたんで、平均取得単価から5倍まではいかないですけども、4倍ぐらいつけたかなってことですね。十分な利益率と利益額なんじゃないかなと思います。ですんで、一部の方は私の、ね、XRP のことを気にかけてくださってると思いますけども、これにてもう XRP はもうゼロ保有でございまして、ほとんどゼロです。なんかね、残りかす 0.1 とかね、ああいうのがあるんですけども、本当に金額にするようなものではないですし、これからは XRP の価格とかを全く気にしなくてもいいようになりましたね。一時期これね、本当今年の1月2月ぐらい22円とかあの辺でしたからね。それで決済しても私は半値とか3分の1ぐらいで現金拾えたんでよかったんですけども、諦めようかなと思ったらぐんぐん上がってですね、一時期200円前後までいったでしょ。あの時に売る度胸はなかったんですけども、今180円前後になって、これ200円まで待ってもそんなに変わんないんでね。変わるけど、決済しました。もう全然いちいち見る時間がもったいなくなってきたんですよ。だからここで一旦決済して XRP はノーホルダー、もうありませんみたいな感じにしました。でこれからね、体のステーキングも始まりましたし、それから今度はね、イーサリアムですか、イーサリアムを20万円以下で出荷ほか買っておいたやつが今かなりのね、今度利益叩き出してくれてるんで、今後はイーサリアムに注目しながら利確時をね、また狙っていこうかなと思います。イーサリアムにつきましては、私はとりあえず100万円になるまではこのまま持っておこうと思います。なくなってもいい、もうイーサリアムが明日バーンとなって炸裂してもいい、そういうふうに思ってます。ということで、こういうふうにね、一つ一つ確実に利確して目標金額達成したらちゃんと離脱することをしないと、目標金額に行ったのにまだ儲かるかもしれないと思って追っかけてると別のチャンスを失っちゃったりしますしね。やっぱりここの金額って決めたらここの金額って決済しなきゃいけませんね。 XRP に関しましては、140円でいいかなと思ってるところがあったんで、それに関してはね、だいぶオーバーしたんでもう十分だろうというところですね。はい、申し上げました。以上でございます。 XRP 明日から私もう見ません。それでは長い間ありがとう。 XRP お疲れ様でした。